60年加工して延長、はいはい、10J タイプステベルの4連竹中ファクトリー71の方のクレッサ紹介していこうと思うんですが、まずちょっと外装からね、はい、説明してもらおうかなと思います。ちょっとオーナーはね相変わらずテレ屋さんなんでたまにしか映らないんですけど、ちょっとそこはご了承願いたいと思いますまずねこのボンネットはこれも何かのキットがあるんですか？いやこれはもうこっち鉄板ゴリゴリの自作で、はい自作で、こっちはもう FRP で鉄板と FRP で、はい、もうちゃっと適当に。でこれもうまず目立つのがこの ねエアロ延長、エアロ延長したやつ、はい、やつなんか言い方あったらちょっと教えてほしいですけど、エアロ延長、延長なんかまあ別派ではないけど的なヤマトですね。ヤマト71クレスタ後期用のヤマト、ヤマトっていうメーカー名、メーカー、あそういうメーカーがあるんですね。あるある。ちょっとここ取ってもらえますか？この中の方ね、この中の方、こ江南って書いてあるちょっと中取ってもらえた中映るかな、江南の手パーって自作感満載ライトは330風釣り目というか、はい、釣り目ですわ。レーシングカーですか？レーシングカーやからね、はい、でこのサイドステップね、その次自作の、まあでかいサイドステップでございます。自作なんですか？自作です、フル自作です。おー、はい、ね平均ダイヤもな完全に全然乗れるもんな、全然乗れるこれが後ろまでドーン繋がっとんですね。弁当箱シルエット、弁当箱ほんまにでかいもんな、通称弁当箱で。これテール、6連ポーター、もう斜めですごいもん。こんな入れっていうぐらいついと思うな。入れます、これはいります、安全のため、安全のために6連よ。これケツのバンパーはこれ純正、純正、これ純正、唯一って言ってもいいぐらい純正に改造でこの羽これももう買ったやつじゃなくて板から作った、あこれ分割ごっついな。これ何パネって言うたらいい？まあ広っぱね風、広っぱね風のあのあれローマ字で広って書くやつの、あそうそう、あれのまあ広っぱね風で、でこっちが、まあ、シベットウィング、シベット上から取らなもう分かりづらい。これも自作で、これも自作で FRP の板から作らせてもらいます、ね、かっこいい、いい感じ。ちゃんとベニヤじゃなくて FRP で作ったっていう、あこれ FRP だ、えあれもあれもあれもこの横のやつも全部 FRP、 全部 FRP、 そうシルエットウィング結構ベニヤで作る人多いけど、そこは FRP で、はい、やらせてもらいましたと、やらせてもらいましたね。あとワークスフェンダーですね、これスターレットワークスのリア用、あ KB で、 KB ありがとうございます。ちょっと、まあフロントに持ってきてサメラを2連入れて、そうですね、ここサメラ入ってます ね、ちょっと割れてるけど、あこういうのはこういうのはお決まりの愛嬌ですもんね。愛嬌、割れとかなあかんもんな、逆に走った証やから走ってはダメやけど、だけど証やもんねこれなんで買おうと思ったんですか？まず作ったりするのが好きやから。元はノーマルやったんですよね？元はノーマル、ほぼほぼノーマル、なんかガスプレーで塗られたギターのやつを買ってきて気付いたらこうなっとった、気付いたらこうなっとったちょっともうちょっと詳しく見ていこうかなと思いますね。竹ファク、次ホイールですね。これこれはマーク1ですか？マーク1の 10J A タイプ、 10J の A タイプ、はい、A タイプじゃないとあかん、じゃないとあかん10J の A タイプ、もちろん当時も。これタイヤサイズこれなんぼなんですか？18560180、これケツは、ケツは 12J の B タイプ、 12J の B タイプ、まあ深い、もう深い、ちょっともうちょっと手突っ込んでみてほしいぐらい深い、手突っ込んだわこれぐらいまあ深い、まあこれぐらいないと
赤ちゃんはお風呂に入れられんぐらい。ああ、なるほどな。雨降ったらあれやもんな、たまるたまる、ここに水溜めてな、金魚飼えるもん。これぐらいじゃないと。これも 12J に215 6060かな、6014が入ってるっすね。おっす、あとこれ9個も。あれ開くんですか。ちょっと中はめっちゃ汚いけど。ちなみにこれ入るんですか、このノーズルは。あ、一応入ったけどギリ。ちゃんと見とかんとこぼれる。見た目が一番大事やから。見た目が機能性は殺そう。次稲妻だけ。稲妻だけこれぐらいつけとかんと、やっぱこういう車は乗ったらあかん。乗ったらビヨンビヨンってなってるわ。これ落ちひんのですか。まあ一応今のところは、今のところは、まあ、ちぎれたちぎれたで、外観はねこんな感じとなっておりますね。レーシングカー、レーシングカーやな、これ。鑑賞用やから。走ってはいけない。うまいな。タケファク、これ次中。中はね、何でもない、まあまあお決まりのドンガラですわ。これもドンガラやねんな。もうドンガラじゃないと、まあ、車ドン入らんというか、乗れたもんじゃないというか、まあ、これぐらい、まあ、ミラーにヒロシが引っかかったぐらいですかね。あ、ヒロシがね、ミラーにね、広このヒロシがね、ヒロシ言うからなんかそういうメーカーかなと思った。え、そんなそんなって思った。普通にヒロシがおるだけやね。そうそう、もうこんな感じで。こっちはハリメーター、アニメ、こっちはオートマっすから、ね、オートマ、オートマ、遊びの車やからオートマで、 1G ですもんね。で、これ後ろロールバーは864加工、 AE864 加工したやつがこの真ん中のアーチ部分ですね。そう、これ後ろは、後ろはただの単管機で、ね、ああ、つけただけ。単管ベースみたいなのもあるもんな、あれ。そうそうそう、ちゃんとついとんすね。まあ一応はこれガチガチで車体ごと動くっていう。やるやん。やるやろ。ぽいやろ。ぽい。やっぱ走る車やから。まあ走るレーシングカー。レーシング。もハンドルも小さく小さく小さく。これは何倍になるんですか。これは何倍やろ。25、6ぐらいの D シェイプ。やっぱハンドルはちっちゃくないと、やっぱこれも。ハンドルはちっちゃくないとね。気合入らへん。うん、最低ラインが25かな。25が最低、うん、25が最低ライン。ホイールは A サイズ、まあ、A やね。A タイプが一番。タケファク、ボンネットとか開けてもらってもいいですか。一応また汚い汚いこれ。うわ、これもまたついてるんですね。まあまあまあ、これは標準装備、標準装備、まあ、ステベルの3連。ちょ、これも鳴らしてもらっていいですか。これなんかな、バッテリー大丈夫。ナッパがな、多分ならんかったんやな。ならないね。ならへん。これまたあれやで、できてからのお楽しみってこと。そうだね。なるかな。本があったわな。純正本がだったな。飾り飾り飾り、まあ、見た目が一番大事やん、ね、見た目大事、一番大事やから、ね、見た目が。かも鬼の 1G で、 1G ツインカム、一応ツインカム、赤ヘッド、まあ、こ浮かす用のエンジン、浮かす用のエンジンやね。20ちょっとぐらいかな、出てる、うん、純正が。ちなみに純正ここやん、そこです、純正がそこで、まあ、こんだけ伸びてると。そうやね、こんぐらい。すごいな、まあ、伸びてる。ちょっと短めで作ったから、ね、フェンダーもな、これ純正のフェンダーはここってことやもんな。そうそうそう、ここやな、ね、そうそう、ここや、ここやな、そこがで終わっとはずやのに、まあまあ、こんだけあるってことやもんな。これケツ、このバンパンところもこんだけ出とうってことやもんな。あ、光った光った。まあちょっと安全のために、はいはい、一応、あー、いいわ。あ、流れてますね、これ。そうや、ね、後ろの人も危険がないように、危ないから。すげえ、かっこええ。まあ、後ろの人にちょっと、あ、安全、はい、怪我を呼ばないように、安全のためにつけてる。安全のためにつけてる。
鉢巻きはこれごっついでかいんじゃないですか。鉢巻きはホームセンターで買った白のカッティングシートを貼り付けたというまあでもそんなもんやな、まあまあ、これもあの青と白買ってきて手切りであそうだ打ち取ってそうこれも手切りこれも手切りこれ全部手切り手切り基本自作基本すべて自作かわいらしいなチームジャバあこれ、はい、あ見かけたら声かけてあげてくださいと言ってます恥ずかしがり屋なんで恥ずかしがり屋なんで竹中ファクトリーファントゥードライブとはファントゥードライブとは、はい、もうドンガラロールバーロングノーズ